はい、どうも、水溜りボンドです。お願いしますね、サブチャンネルですね。はい、はい、いや嬉しい。何が？え、ドイツ支部からまた連絡が来ました。ドイツ支部からね、定期連絡です。なんか月1ぐらいでくれって言ってるから。そう、活動報告ね。そうそうそう、活動報告ね。そうしたらお金出せないぞって。この方いらっしゃるじゃないですか、体験作ってくださった方。うん、で、この僕らが紹介した動画も2万再生とか、他にグラフターすごいみんなのおかげでよかったんですけど、この方からメッセージが YouTube 用に。 Greetings and welcome guys, and first of all, thanks Japan. Wow. So what can I say? Yeah, I actually have something to say, and I want to say in Japanese. But 今から日本語喋るんで下手だけどちょっと聞いてくれ。 And I don't trust Google Translator really much. So I asked the guys from Mr. Tamaliborn to help me out.And Kantama Japan helped me out, and he did translate the text from English I wrote to Japanese. Don't be mad at me if I say something wrong, and I will say a lot of things wrong, yes, because this is the first time I ever tried to speak this language. So, here we go. 来るよ。日本語が下手です。いや、全然上手です。うん、ミスタマリボンさんと動画を見てくれた方の愛感謝した結婚の場取ります。もっと大きな刀です。もっと大きな刀、うん、とりあえずもっと大きな刀を作るそうなんですけど。もっと大きな刀、もういいよ、これちゃんと伝えないとな。もっと大きな刀作って。もっと大きな刀、何？騙さない、やばい、サマンサーカバーさん、なんつってんの。もっと大きな刀、サマさない、やばい剣を。さまざまなヤバい剣、さまざまなヤバい、だもっと大きな剣や、さまざまなヤバい剣を、お作ります、作ります。あ、もう決まっちゃった、決まってるから。決まってるから。作りたいと思いますじゃないんだ、作ります、作ろうかなと思っていますとかじゃなくて、作ります。ちょっと遅かったな、もう多分取りかかってる、もう取りかかってる、あの設計図書いてる。最高の仲間だな。どれからも日本の文化ドイツから楽しみにちゃんと来ます。ありがとうございました。嬉しいね。発音するちょっと。ドイツの。なるほどね。場所をどうしたってなるよね、ずっと。そうなんだよね。まあ、多分だけど、はじめさんと同じ椅子。うん、ちょっと、ザブゾーだ。言ってたやつじゃん。なあ、え、カットしちゃったかもしれないけど、これ話してたんですよ。うん。俺ちょっと分かんないな。ダークソウルっていうゲームかもしれないな。なるほど。これ作んの？これ作んの？頼むからやめてほしい。いや、もうちょっとずれてってない？大丈夫？これやりたいな。これは送ってもらえそうだな。いや、いらない、いらない。いらないでしょ、どう考えても。通販番組見てるみたいな感じがするの。通販番組に見えてきた。見えてきた。よかった、よかった。何歳なんだろう。ちょっとわかんないな、それは。外国の方ってなんかこう、年齢見えないよね、こっちの感覚じゃないからね。めちゃくちゃかっこいいけどね。顔っていうかもう。なんか生き様もかっこいいし。はい、ということで。はい、ということでね、ドイツ支部からの、まあ定期連絡。定期連絡来ました。定期じゃなくなるかもしれない、今回から。あ、そうなの。定期。もういい、もういい。定期。でも嬉しい、こうやって、海外の方とさ、動画を一緒に作れてるわけだから。そうだね。本当にありがとうございます。ありがとうございました、じゃあ。はい。じゃあまた明日。はい。